ると自分でサービスを作ると今度はいくらで売るのかという話になりますので、私の場合は数千円で買えるようにという値段設定をして今出しています。この値段設定というのは非常に難しくてですね、安くしすぎると自分たちの利益がなくなるし、でも高くしすぎるとお客さんがあまり買ってくれないということになるので、この価格設定というのは結構難しい問題です。私のこのスペシャルフラワーカンパニー、特殊花社の目的としては、たくさんの人がお花に印刷してプレゼントを送る世の中になってほしいと、そういう目標を掲げてやっているところであります。ちょうど今10年目ということになります。このまま100年続くようにやっていこうというふうに考えています。ここでいくつか印刷の事例というものをお見せしたいなと思っております。例えばこのようにですね、ぬいぐるみとか動物を印刷するとか、あとはグミみたいなお菓子の表面を模したものをそのまま壁に印刷するとか、そういったことは面白いのではないかと思います。これはスペシャルフラワーと書いてあって、これは私の会社のロゴマークですね。ロゴマークを印刷して会社の受付に置くっていうのもいいのかなと思います。これはジーパンとかのジーンズの生地の表面を取り込んで、その生地の表面を忠実に再現してお花の表面に印刷したと。こうするともともとお花なんだけどジーンズが入っているように見えるということで、非常に面白いのではないかと思います。こういった内容をですね、社員の方とかお客様とかとお話ししながらアイデアを聞いていって、どんどん取り入れていくというのが起業家の仕事の一つですね。これはおそらく大きい飴の表面を模したものをそのままお花の表面に印刷したものだと思います。あとは赤ちゃんの写真を印刷するというのもいいと思います。赤ちゃんの写真印刷するっていうのは、例えば生まれた時の写真を撮ってこうお花に印刷をして飾ると、で1年経ってその赤ちゃんが1歳になった時にまた写真を撮っていただいて、今度1歳の時の写真をまた印刷してもう1回お届けすると、そういった感じで1年ごとにですね、成長した様子の写真のお花がどんどん増えていくみたいなことになったら面白いかなと思っています。今日はサーフィンとかですね、サーフィンの会社のロゴですね、右側はロゴマークで、左側は夕焼けのビーチの様子とか、こういったものを印刷するということもできます。こういったお花っていうのは今までそういう概念がなくてですね、植物の表面に印刷する技術が生まれて初めて実現できたことです。これは口紅ですね。私たちのデザイナーの一人が口紅の様子をそのまま印刷したら面白いのではないかということで印刷させていただいたんですね。あとは QR コードとかバーコードとか、そういったものも印刷することができます。これはチョコレートを模した花になります。上からチョコレートが垂れているような様子を模して印刷するということも可能となっております。こういうふうにアイデアを膨らませていくっていうのはかなり起業家として大事なことでして、自分が発明をした後にどういう方向に応用できるんだろうみたいなことを考えています。その考えるのが楽しいなというふうに考えています。
その一環として熊本県の方から使用許可をいただいてですね、くまモンフラワーというものを発明いたしました。真っ黒のバラにくまモンの顔の表情を印刷するというアイデアの商品でございます。いろいろ発想を膨らますということを繰り返してですね、で最終的に会社になっていくわけでありまして、で、まあ、ホームページとかに記載させていただいておりますが、最終的にスペシャルフラワーマーケットというものをホームページウェブ上に出しまして、これは8カ国語に翻訳をして、世界中の全ての方が印刷したお花が欲しいと思った時にもうすぐに発送を受けられて、すぐに現物が届くと、そういったサービスを整えております。なのでこれは翻訳されているので、アラビア語にも翻訳されています。私アラビア語が読めないので、注文が来たらどうするんだという問題はありますけれども、もう7カ国、8カ国語に翻訳して出しているという状態でございます。私たちで販売しているのみならず、この技術自体をライセンスして他の企業の方とかグループ会社の方に印刷技術を使っていただくといったサービスも行っております。で、創業が2012年の11月1日で、そろそろ10年目になるというところですね。で、このまま20年、30年、100年とやっていこうという気持ちで運営をしています。なので、じゃあ借金を一切しておりませんし、無赤字無借金という原則のもとで事業を行っているという状態でございます。私の経歴を簡単にお話ししますと、私は東京都の高田馬場の生まれでして、スタンフォード大学の医学部に留学をしていたんですけれども、最終的にはお花の印刷とか、あとは発明全般することが非常に楽しいなと思ったので、主に発明の会社をしているというところであります。私がいろいろな分野の方と仕事をさせていただくときに思うのが、どんなお仕事も素晴らしいなということがあります。なので皆さんも何かのお仕事に就く機会があるかもしれませんが、どうぞその自分がこれしたいなと思ったことに自信を持っていただいてですね、どんなお仕事も尊いんだということで進んでいただければいいのかなというふうに感じます。そうですね、私自身は、たくさんの人がお花に印刷をしてプレゼントを贈る世の中になってほしいなということを強く持ってですね、10年間継続してきたわけでして、でこれを20年、30年、100年ずっと持ち続けていくわけですので、自信を持って自分がこれをしたいと思ったことを貫き通すっていうことが大事なのかなというふうに思います。そうですね、何かご質問があればいつでも私の会社までご連絡いただければと思います。花の話はこれで終わりになるんですが、ちょっと時間が余るだろうと思いましたので、知的財産の話を少しだけしようかなと思ってスライドを作ってまいりました。私にもう一つ会社がありまして、スペシャルリサーチインクというのがあって、これは知的財産を発明して管理してライセンスする専門の会社になっています。なので